この次からドラゴン久保みたいな感じでいいからお願いします。ドラゴンこそよくないよくなかった。めっちゃしんどい。何もしてないね。エンジンこそいわ。雨くじ言われたら変わらへんぐらい向いてた。ああ、もういっぱい。なんでなんよ、今日。だから一滴ヒントだって。ここら辺。ほんまになんか謎の疲れが。全く来ないから、今日流したいんです。あー、朝が入ってくるから。多分、不甲斐ないと思ったら、もうその分覚えてもらえて、大体体が変わって、他の不甲斐ねって言ってなった時に。もうそれは抜いて。いや、抜けへんないんですね、それが。性格上やろ。いいね。だってさ、こうなった瞬間、めっちゃ揺れてるんだ、みんなから。両足ビタ付けって地面に取れへん思って。はい。レンちゃんのパスな、あれめっちゃいいタイミングやし、いいコースですけど、そう、敵の陰で夢だって盛り上げるタイミングが。だから俺のイメージだったら、高いに当てて、高いからもらおうかなと思ってね。あれ、当てて、このまま、うん、感じで出すんじゃないよ。あ、逆やったよ。あれじゃもうちょっと伊田さん右足寄りやったら多分アイス取られるかな。そうそうそう、あそこ出す位置はあそこでいいねん多分。ただ出すタイミングが相手の足に被ってて逃げがいこあれはもうチャンできるしな。うん、なんで俺悪いないみたいな感じ。シュートまで行ってしまうのしんどいな。取られたとしてたね。あ、今風来てる。いや、よく来てる。あ、来てる。あ、来てる。あ、来てる。5時。5時じゃん。5時、あ、夜なんすか。あ、びっくりした、びっくりした。あったか思って、行かれたピクニックレベルの。大阪結構、その時間やってて。あ、マジ ?6 時、8時とか。空いてんのかな、やっぱ。うん、なんか大阪多いし。あれがいいかもしれない。全然分かんかった。大阪結構。あの、前土曜日行ってたとこあるやん。大阪の手前らへんの。そういうかい。そう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 。あそこの人らは、よくまた、キャバ嬢とかホストとか、なんか夜の仕事してる人らが朝借りてやってはることありますよみたいな。いや、みんな入れずに入ってますって言ったこと。ここで、ここの場所はあって言ったこと。今度の、今度の練習の動画をずっとって書いてたんが、多分それ以下みたいな感じですよ。イメージわかります。わかるわかるわかる。激屋さんってやつやな。だから、寄せなんやけど、あ、やばい、もう火入ってるから、あ、多分そんなレベルやった。そうそう、あの見栄えだけガタガタにはならへんし、見栄えはいいんやけど、めっちゃ滑るやつ。まあでも、だから人工芝チップじゃなくて入ってるの、スナップ。うん、あれが時間まだ分からんの。なんで次のゲーム時間決まってるの？10月の初戦の俺も見て思った。あの緊急事態でさ、あの完璧な形には雨が降ってないんだ。あ、そうなんだ。なのに雨やったりしてるんだ。体守ってんの。どうしたったらもう風邪ひきます。コーナー手出す前に来て。ジムは8月ないから。あの3のおじさんを熱中症で2人ぐらい運ばれてるんだ、昔。で、そっから夏中止になったもん。俺は1年目になった、それ。うん。うん。確か。持ってくるよ。お待ちよ。少し手痛くないの？痛い。はははは。カツケンがちゃんとしてんのに、あのおじさんがちゃんとしてなってておもろかった。えぇって俺しかも、あれこの前最初、ラストコテしてないで初めてで
それでかっちゃん出さへんっていうなんかもうチケット出さんでいいやみたいな感じで言うてはりましたもんね。だから気使って大ちゃんとかっちゃん出えへんっていう謎の決定に。あのさ、いやマジで誰が高島や、かっちゃんめっちゃひどかった。あれダマレよ、ダマレよ、ダマレよ上野って誰やでしょ、いいパスやな、はい、3番上がったんです残り順調で、いや、2チーム上がるんですか、1チームやろ、よし、もうあの、この間のチームじゃやっぱりでもあーと、相手うん、あ、多分、あそこは、多分負けると思う、あれやったら負けると思う、あれ1チームに呼んでって、まあ、結構ひどい、そうなん、ジュンメール俺と大ちゃん出たら多分いけたんちゃうかなと思って、なんかあんだけメンバー出てくれて、うん、あれやつあんなすごいになるってのは多分でもなあ、誰もメンバーがやめなさい、でも思ったのは、その褒めて蹴るの技術はめっちゃ頑張ってるけど、相手チーム、スタミナはもう全然ないし、で持ちすぎのとこ持ちすぎやなっていう感じだったから、挟んだらもう取れるなって感じのタイミングとか、なんかワンサイドか、ワンサイド切りながら、こっちしかパス出えへんよっていう状況で、切りに行っても、ここで取れる人がいいんだったから、ここで取れる人がいたら、もっと違ったんかなと思ったけど。いやでも行きそうな気しますけどね、新規参入って大概上上がらないですか、この前あと新規参入やりましたし、上がりそうかなと思ったんですけどね、あの前ラスト、はいはいはい、上から落ちてきた、いやもともと3だったけど、はいはいはい、へえ、ほな上から落ちてきたチームってこと、まあまあ、うん、あ1回上がったけど、すぐ落ちてきた、見てて、ピエールっても強くなかったこと、か見てたんで、おいしいよ、うん、